トネ運河を越える千葉県営鉄道の打線の列車、千葉県営鉄道とは、千葉県が、かつて運営した鉄道、及び建設を予定していた鉄道である。運営されていた路線についてはいずれも太平洋、戦争前に建設され運営されていた。一時は、千葉県各所に路線があり運営されていたが、その後いずれも他の鉄道事業者に引き継がれた。また、 戦後に千葉ニュータウンの開発に伴って新線が計画されたが、千葉県単独による建設を断念した後に計画、そのものが消滅した。有吉忠和第11代千葉県知事は、県下の道路事情の悪さを呼び他県に比べて、鉄道の敷設が著しく遅れていることから、地域開発のために、県内各所を連絡する必要があるとして、建設を推進した。千葉県には、 道路修繕に適した砂利が三せず県外の割高な砂利を購入しなければならなかった。このため建築費の安い軌道、軽便鉄道に注力することになった。資金は国から仮検祭を起こし、また建設には陸軍鉄道連帯を使い費用を抑えた。有吉は後に宮崎県知事となり、宮崎県営鉄道妻線、帯線を建設する。 前期の太平洋戦争前に運営された各線とは遠隔が異なる路線として戦後にも千葉県によって計画された鉄道路線があった。千葉ニュータウン開発のため計画された路線で北千葉線という名であったが、後に方針転換され名称も東京十五線延伸新,新線と変更されている。都営地下鉄新宿線元山田駅から延伸し、新鎌ヶ谷、 インバマツムシに至る路線として計画され、1972年3月に都市交通審議会に投申翌年10月に同区間の免許が交付された。また、当初はインバマツムシから成田ニュータウンを通り、成田駅方面まで延伸する計画もあった。このうち、第一期線として小室駅、千葉ニュータウン中央駅間は、北総開発鉄道の 1> 第1期線と接続及び同時開業することで、当面の旅客輸送ルートを確保する関係から、単線で先行して建設。第2期線を建設するとともに、第1期線の残る一線に、本来の期間を付設した上で全線開業し、その後先行開業区間を改めきして、完成とする計画としていた。企業庁により一部区間で、用地買収が行われたものの、 千葉ニュータウンの事業計画が縮小されたこともあり、1978年には事業が凍結された。また小室陰馬松虫館の免許は宅地開発公団へ譲渡され、この区間は後に住宅、都市整備公団により、北総鉄道北総線の延長として建設された。 残区間は1985年には運輸政策審議会答申第7号から削除され、1992年には元八幡新加茂谷間を第三セクターによって将来事業化する方向で決定し、方針転換した。その後2000年には鉄道事業の廃止を運輸大臣に届けで鉄道建設は白紙に戻されたものの、翌年県議会において、 東京10号線円新進線の名称で第三セクターによって将来事業化する方向で調査検討をする旨が表明されていた。しかし、沿線の人口増加が見込めないことや約1400億円の事業費がかかる上に採算性が見込めないこと、累積赤字を抱えている北総鉄道の減収にもつながる恐れから東京10号線円新進線促進検討委員会 が2013年9月3日で解散したため、計画そのものが廃止となった。現在は、京成バス市川営業所高塚線により、元八和田駅から北総鉄道北総線の大町駅や東松戸駅を結んでいる。ありがとうございます。